この後は追跡あり薬に潜む危険第3弾アメリカの少女を取材しました。少女は目に重い障害を負った。 Sometimes they feel itchy. Sometimes they feel scratchy. 生後わずか11ヶ月の少女を襲った突然の薬害。この後はスルー。薬の副作用で全身がやけどのようにただれるスティーブンス・ジョンソン症候群について今週はシリーズでお伝えしています。今日はその第3弾です。この病気を発症した人は日本だけでなくアメリカにもいます。ある7歳の少女を取材しました。生後11ヶ月だった娘のその姿を母親は写真に残していた。突然皮膚がやけどをしたようにただれるスティーブンス・ジョンソン症候群は薬の副作用で起きるものだ。ひどくなると死亡率は2割前後、発症の確率は100万人に1人とも5人とも言われ、ごく稀にしか起こらないとされる。だが驚くのはこの副作用が市販の薬などあらゆる薬で起きる可能性があることだ。多くの場合目に重い障害が残る。今7歳になったジュリーちゃん、私たちがコロラド州デンバーにある小学校を訪ねたのはちょうどハロウィンの前だった。病気の後遺症でジュリーちゃんは右目がほとんど見えない。左目の視力も 0.6 程度だ。目に必要な涙が出ないため目薬が欠かせない。一日3回授業を抜け出し目薬をさしてもらう。 Julie does really well in the classroom on her own. She knows when she needs to get her glasses to help her see. She knows when she needs to wear a hat outside or when to put her sunglasses on. ジュリーちゃんが発症したのは生後11ヶ月の時。原因は病院で処方されベビーフードに混ぜて与えていた鎮静剤だった。明るいところではジュリーちゃんはサングラスが手放せない。太陽や強い光にジュリーちゃんの目は耐えられないのだ。家のそばの通学路には目の見えない子供がいますという道路標識があった。母親のジーンさんはアメリカでただ一つの患者の会を作って病気や治療法などについて情報を提供している。病気の実態がよく分からず医者がこの病気を知らないケースも多いからだという。インターネットのホームページには発症当時のジュリーちゃんの写真も載せていた。発症直後、医者はジュリーちゃんを水疱瘡と診断していた。その診断をおかしいと思いながらジーンさんは具合が悪いジュリーちゃんに授乳をしていた。医者が副作用だと気づいたのは4日後。治療の遅れが目に後遺症を残した可能性が高い。 Because I knew something was wrong. ジーンさんはジュリーちゃんの青い瞳を忘れることができない。 I blamed myself for a long time. I had to go into mental health for counseling because I thought I did this to her. I blamed me. And then I realized it wasn't my fault. I was doing what I was supposed to do, what the doctors told me. And it was very hard to take care of her like that. It changed my life, it changed her life forever. ジーンさんは政府に手紙を出し続けている。ジュリーちゃんのように治療が手遅れにならないよう医者がもっとこの病気を知る必要があると訴えるためだ。ジュリーちゃん自身はこの病気をどう感じているのだろう。 How do you think about Stevens-Johnson syndrome? Do you know the name of disease? Not so well. Not so well? Mm-hmm.
Sometimes they feel itchy. Sometimes they feel scratchy. And sometimes the sun bothers them. Mm-hmm. So always, now? Not right now. あかりが苦手のはずのジュリーちゃん。だが夏も晴れの日も好きだと話す。Because it's nice and hot and you can go swimming. You can swing outside. I like summer too. Because summer is a hot thing and when summer comes, my birthday is at the end of the summer. しかしそれはジュリーちゃんの強がりだった。Julie doesn't do well when someone's asking her questions about it. She just wants to go on and be a regular kid. But there are times when Julie comes to me and cries. She has a little baby sister who is only 7 months old. And she's come to me crying and says, Mommy, I'm not like everybody else in my family. My eyes are different. I have all these drops. I have to use these ointments at night.サングラスなしでは外では遊べないジュリーちゃん。実はプールにも入れないし、風の強い日も外で遊べないのだという。ジュリーちゃんのような子供をこれ以上増やしたくないと母親のジーンさんは話す。If it were me, I wonder, you know, I mean, an adult would have given up a baby she fought, and she fought to live, and I wish.Every day that it never happened to her, that it was me, not my child. But I can't change what happened to Julie. ここでもう一度確認をします。はい、この薬の副作用によります病気ですが、発症はごく稀ではあります。しかし、あらゆる薬に発症の可能性があります。そうなんですね。アメリカでは薬の副作用についての報告というのが全体で年間およそ30万件あるんですが、はい、そのうちこのスティーブンス・ジョンソン症候群が何件あるかといった実態は分かってないんですね。でこの病気について言えることは、早い段階で適切な治療が受けられれば後遺症を少なくできるかもしれないということなんで、はい、専門医などは医者が初診の段階でちゃんと診断できるように医療現場での教育が必要だということが指摘されているわけです。明日もこの問題についてお伝えします。